皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日はですね、ミネラルコスメ縛りで大人ピンクメイクを紹介していきたいと思います。今やってるメイクなんですけど、こんな感じで、実はこれがですね、少し前に出したアイス巡り Vlog の時にしていたピンクメイクなんですけど、全く同じものです。で、あのピンクメイクって聞くとちょっと甘い可愛い感じをイメージするかなと思うんですけど、今回はまあブラウンとかを使って少しクールな感じのピンクメイクに仕上げてみました。どんなシーンでも合わせやすいようなピンクメイクになっているので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではすっぴんに変身してまいりたいと思います。はい、スピンになりました。で、スキンケアは終わってる状態なのでベースからやっていきたいと思います。で、ベースはこちら、エトボスのミネラルインナートリートメントベース、色はクリアーベージュっていう色です。もうこれは本当に大好きで、何回もリピートしてるんですけど、今日はこれを塗っていきます。もう手でね、塗っちゃいます。こんな感じ、これを広げていきます。顔全体に塗っていく。で、これは美容液と下地がね、一緒になってるやつで、こんな感じでツヤ感があります。なんかね、結構ナチュラルなツヤっていう感じなので、ちょっと顔全体に広げていきます。ちょっとこのフェイスラインのこの境目の部分にもね、しっかり塗っておきます。はい、こんな感じで塗れました。で、私はこれね、1本でベースが完結しちゃうことが多いんですけど、今日はちょっとこの、じゃーん、ミネラルグロースキンクッションのナチュラルっていう、クッションファンデーションを使っていきたいと思います。これでちょっとお肌を整える。クッションなのでピンピンってやるから楽よね。軽く塗っていきます。ワンタッチして、それをまず頬に広げていく感じで叩き込みます。クッションは叩いていきます。なんかさ、やっぱりマスクするからさ、この辺、この頬のこの辺が擦れて気になるから、ちょっとクッションを塗っておきます。でも、あんまりなんか厚塗りするっていうよりかは、結構これはナチュラルな感じで使えるクッションファンデなので、私はたくさん塗れているから薄付きを広げる感じのイメージで塗ります。これもね、ツヤ肌になるから使いやすいし、まあ、クッションでとりあえず楽ですよね。鼻の下とかもね、ちょっと叩いておきます。こんな感じでやって、で、コンシーラーはまあしたりしなかったりなんですけど、今日はこの鼻の下のちょっと赤みと若干のクマが気になるので、それだけちょっとするね。コンシーラーはいつも使っているこちら、エトボスのミネラルコンシーラーパレットアイ。これはですね、こんな感じで3色入ってるので、まあ、自分の肌のこうちょっと色とかに合わせて、でも本当に年中ね、鼻炎とか粉があるので、ここが赤くなりやすいので、これだけちょっと押さえておく。これもなんか、あのブラシとかがついてるんですけど、私は結構ね、指の温度を使ってちょっと温めながら塗るのが肌にフィットするので、指で塗っちゃうことが多い。で、クマの部分も、あんまり隠すっていうよりかは飛ばす作戦の方が好きなので、軽くね、影にならないようにだけ塗っておきます。はい、こんな感じでコンシーラーもできましたので、仕上げに軽くパウダーしていきます。で、パウダーはこちら、エトボスのミネラルシルキーベールを塗っていきます。これもあの何回も使ってるやつですね。で、パフがついてるんですけど、こういう感じで、私はね、あのブラシで塗る方が好きなので、ブラシに取って塗っていきます。で、これをですね、眉毛と、なんか全体的に塗るっていうよりかは部分的に塗りたいので、眉とあとフェイスラインに塗っていきます。この辺のツヤは残しておきたいので、フェイスラインに塗って、こうくるくるってする感じで、で、軽くだけまたパウダーブラシにとって、鼻の周り、小鼻のところはまあ汗かきやすいので、この辺も軽く塗っておきます。頭は、私はおでこが広いので、余ったものをこうおでこにもさっ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 さと
塗ってテカリを抑えておきましょう。はい、こんな感じでこの辺のツヤは残した感じでパウダーできました。で今日はですね、肌作りからやっていきたいと思います。でまずはもう私の大好きで持ち運び用も作っているこちらの、エトボスのミネラルラディアントスキンバームで、ハイライトからやっていきたいと思います。これはねこんな感じでコンパクトやから持ち運びにもいいし、これちょっと薄ピンクみたいなパール感のあるタイプのハイライトです。でこれをもう指にこうやってしっかり取っちゃいます。で、何箇所か塗るんですけど、まず頬の高い部分にしっかりめにちょっと広めな感じでツヤを仕込んでいきます。はい、もうちょっとのせただけでわかる、これこっちがハイライトのせてて、のせてないのツヤがある方が可愛くないですか。これをねちょっと広範囲に塗ってもこのハイライトは大丈夫なので、いつも自分が塗っているハイライトゾーンよりも広めっていう感じでもうしっかり塗っちゃいます。結構ハイライトってポイントで塗ると思うんですけど、これはもう本当にツヤを仕込むのにもバッチグーなので広範囲に塗るのがおすすめ。私がいつもお願いしているヘアメイクさんとかもこれが大好きで、結構広めに塗るのがいいって言ってたのでそこから真似してます。はい、で次はこの鼻先の部分は逆に広げて塗るっていうよりかは点置きな感じでちょっと鼻が高く見えるようにポン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 ってのせます。はい、ここにツヤを作ったら次眉間、この眉間の下らへん、この鼻のくぼみの部分にもこのハイライトを仕込みます。これもポン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 って置く感じで、で最後に私は薬指が塗りやすいんですけど、まあ、自分の塗りやすい指ちょっと細めにハイライトをのせたら涙袋の部分にほんのりこのハイライトをね仕込んでおくんですよ。そしたらちょっと涙袋がぷっくり見えるので、でポイントは涙袋とこのハイライトギリギリ、ここにちょっと隙間は欲しいなって感じ、ここツヤの境目みたいなの欲しいので、ちょっと塗っちゃったなっていう人とかはまたパウダーでちょっと細めに取ってこうやってこうカバーしてもいいと思います。ちょっと塗るのがね最初難しかったりするので、失敗したらパウダー塗っちゃってください。はい、こんな感じでハイライトは OK。 次は眉毛とアイメイクとかやっていくんですけど、今日はですねこちらのじゃーん、エトボス2022AW コレクションを使っていきたいと思います。めっちゃ可愛くない？で今回のテーマがエッセンスオブシックっていうテーマらしくって、ピンク系がねベースになってます。こんな感じで、ピンク系なんですけどベージュブラウンとかが入ってるのでこういう色味で、なのですごい使いやすかったです。なので今日はこれを使ってやっていきたいと思います。じゃあまずね眉毛からやっていくんですけども、私の YouTube でいつも登場しているスタメンアイテムですね、こちらペンシル、エトボスのミネラルデザイニングアイブロウペンシルっていうんですけど、これアッシュブラウンっていう色が私は好きです。でこれは、ここにペンシル、スクリューブラシ、パウダーっていう3つが1つになったやつなんですけど、真ん中がポキってこういう感じで外せるので、このスクリューブラシを使ってまずちょっと毛並みを整えていきます。結構ね眉毛をまず描くのが苦手っていう方は毛並みを整えることをやってみてください。ファーストステップとしてなんかパウダーだったりとかそういうファンデーションとか余計なものがねついてるとやっぱ描きづらかったりするから、こうやって毛並みを軽く整えていきます。あんまりちょっと擦りすぎないように。はい、こんな感じで毛並みが整ったら、まずはこの辺に隙間があったりとか、このアンダーラインに毛が生えてない部分があるのでそれをこのペンシルで埋めていきます。あんまり力は入れずに本当に隙間を埋めていくような感じで描くのがポイント。でもこれは本当に眉毛が苦手な方に一度使ってみてほしい。私はもう大好きで、3本4本いやもっとリピートしてるかもしれないぐらい毎日使うからさ、やっぱ本当にそれぐらい使いやすい。いろいろ試すけどね結局一番これがね使いやすいんだよね。あとやっぱスクリューブラシって結構眉毛描くのに使うからセットになってる方が楽。はい、こんな感じでペンシルだけでまず輪郭ができました。これペンシルでしか描いてないんですけど結構ナチュラルに描けてるくない？なんで、本当に眉毛描くのが苦手な人は一回使ってみてください。で、このペンシルじゃない反対側をくるくるって回すとこのねパウダーが出てくるんですよ。でこれをもうちょっとだけ手の甲に出して薄くしてから前頭の部分をこれで本当に触れてるか触れてないかぐらい浮かしながらこうちょっとファ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 。パウダー今から使うんですけどちょっ
とブラウンの仕込みっていう感じで、この眉頭の部分にこのパウダーをのせておきます。力入れすぎると結構濃くついちゃったりするので、本当に触れてるか触れてないかぐらいの優しい力で仕込む。これはもう仕込みなので、もうちょっとやっぱつくぐらいでいいかな。でつきすぎたりとかはみ出したらスクリューブラシで整えます。はい、こんな感じかな。はい、大体の輪郭ができました。でまあ後であの眉毛は微調整できるので、一旦これでやったら AW コレクションのアイテム、エトボスのミネラルマルチパウダーのウッディブラウンっていう単色の、カラーになるんですけど、これをアイブロウパウダーとして使っていきたいと思います。でこれはアイカラー、チーク、リップにも使えるマルチパウダーになるんですけど、私はねあのピンクメイクの時はアイブロウパウダーとして使ってあげると統一感とおしゃれっ気と抜け感が出るのでおすすめです。普通にねもうブラシにとって、それをなんか色味を重ねるような感じで使っていきます。ピンクやけどブラウンが入ってるのでそんなにね難しくなく使えると思うし、あの土台としてさっきのさこのペンシルで仕込んでるからめっちゃピンクっていう感じで浮いたりとかはせずにできると思います。こんくらいかな。ちょっといつものメイクにこのピンク足してあげるとかでも抜け感が出るし、シャレっ気が出るのでプラスするっていう感じでもねおすすめです。でもなんかそのピンクアイブロウって聞くと結構ピンクイメージしちゃうかなと思うんですけど、そこまでピンクっていう感じで、やってないです。ほんのりピンクがかるぐらいのイメージです。はい、で、こんな感じでピンクぐらいはいいかな。はい、できたら、こちらのエトボスのミネラルカラーリングアイブロウココアブラウンっていうあの眉マスカラですね、これをちょっと毛並みをね立てるぐらい使っていきます。ちょっとティッシュオフする、ほんの少しあのがっつりつかない程度にピンクが入ってるので、ちょっと毛並みを際立たせるぐらいの感じで塗っていきます。はい、こんな感じでアイブロウができたので次はアイメイクをやっていきます。でアイメイクはもう今日の主役、こちらを使っていきます。じゃーん、エトボスのミネラルクラッシーシャドウグリッターモーブっていう色です。可愛くないこれ、もうこのキラキラがたまらないね。マットとキラキラが入っている優秀パレットになっております。今日はこれをね主役に使っていきますよ。でまずこういう感じでもうブラシとチップがついてるので、こっちのブラシの方を使っていきます。じゃあまず右上のこの色ね、この薄い色をアイホール全体に塗っていきたいと思います。まあ、ブラシでもチップでもいいんですけど、私はねこういう薄い色とかマットタイプはブラシで塗るのがおすすめ。二重幅の部分からちょっと上に広げていくような感じで、こういう感じ全体的に塗っていきます。でなんかちょっとなじませるのにこうやって指でこうちょっとなじませてあげても大丈夫。こんな感じで上のアイホールに塗れたら、次下まぶたにも同じ色を塗っていきます。あんまりね広範囲にならないように、結構まつげの際をギリギリぐらいで塗っていきます。こんな感じでアイシャドウベースが塗れたら、次はこのパレットの左下、このちょっと濃い色ですね、これを、二重幅に塗っていきます。でこれもブラシで、あんまりね広げすぎないような感じで、結構二重幅にポイントな感じで塗ります。こんな感じ、どう、可愛くないこの色も。ピンクやけど本当にイエベさんとかでも使えるようなちょっと大人っぽいピンクになります。でこれをほんの少しだけブラシに先端にとって、これも下の部分に重ねます。これも広げすぎると結構ちょっとピンク感が強くなっちゃったりするので、下はね細めに、これくらいかな。こんな感じで塗れました。じゃあ次はですね、もう超可愛いこの左上のキラキラ、これが本当に可愛い。もうこのキラキラどっちも特に可愛いんですけど、絶妙なんですよね。これを、涙袋の部分に塗っていきます。で涙袋を塗るときは、私はこっちのチップタイプがおすすめです。チップの方がラメがよれずに塗れるので、細い方にこのキラキラを取って、まず薄く涙袋の部分に塗ります。薄く、こんな感じ、あんまりがっつりっていうよりかはほんのりなんかラメ感が足されたかなぐらいでまず塗ります。
あ、もうこの時点で可愛い。見て、めっちゃ可愛い。キラキラ。私ね、ちっちゃい時からね、本当にキラキラに目がないんですよ。だからちっちゃい時からキラキラ好きやったらしくて、お母さんが言った。こんな感じでベースで薄く涙袋の部分にキラキラが塗れたら、ここからがポイントで、また同じ色、このちょっとね白っぽく輝いてるこのキラキラの方をチップの先端に、結構もうピンポイントな感じで、もうラメをこの涙袋に置いて塗るような感じでできるように、先端にちょっと集中してつけて、黒目の下にまず重ねます。でこれはなんか伸ばすっていうよりか、本当ラメを置くようなイメージで乗せる、強調してあげます。可愛くない？これ可愛いです。同じようにそれ を目頭の部分、だから黒目と目頭の部分だけさらにラメを強調するんですよ。はい可愛い、はい可愛い。これはもう反対もやっていく。これ結構ね、このメイクのポイントかも。涙袋の部分をキラキラにしたい、でもなんかこうちょっとやっぱキラキラすぎると可愛くなっちゃったりするじゃないですか。なんかこのあえて同じ色で重ねてポイント感を出すっていうのがちょっとポイントです。こんな感じで目頭の部分と黒目を強調しました。これだけでも可愛いんですけど、最後にこの右下の濃い方のラメ、これもめっちゃ可愛くて、もうこれ逆にもうこれだけアイホールに塗るとかでも可愛いんですけど、これを反対使ってない側の方にちょっと乗せて、二重幅のこの下のこのまつげの際の部分にアイライナーを引くようなイメージで引いていきます。で一気にピュッて描くよりかは、ちょっとずつこう乗せてはこう横に引っ張っていくみたいな感じで引いていきます。本当にチップの先端につけるのが描きやすいかも。わかる？これこっち描いててこっち描いてないの。ちょっとあの締め色にもなるんですけど、キラキラが入ってるのでポイントにもなるっていう技。最近ちょっとこのラメでアイライナーを引くっていうハマってる。なんかカラーライナーとかってがっつり引いたりするのが意外と難しかったりするじゃないですか。だけどアイシャドウでしてあげることによって、なんかアイメイクとしての統一感は出るし、なんかそこだけ浮いちゃうみたいな。やっぱあのリキッドタイプとかだったりすると質感が違うから余計目だったりするじゃないですか。でもこうアイシャドウにすることによってポイントにしつつもなんか統一感が出るから、ちょっとなんかこうやってみたいな、でも難しいなって考えてた人はアイシャドウからやるのがいいかも。で目尻はちょっとはみ出るぐらいの感じで引きます。こんな感じ。なんかアイライナー代わりに引くんですけど、さりげなくするってところが結構可愛いポイントになるので、あんまり二重幅あのがっつり太くなりすぎないように、アイシャドウだからちょっと太くなりがちなので、気持ち細い細い細いって意識するぐらいがちょうどいいかなと思います。でこれパレットだけ見ると結構ピンク系なんですけど、実際塗ってみるとブラウンが入ってるので肌なじみいい感じになるし、あの可愛くなりすぎないんじゃないかなと思います。であのイエベさんって結構ピンク避けがちだと思うんですけど、このピンクなら大丈夫やと思う。まあ実際に私の肌で証明って感じなんですけど、いけると思います。っていう感じでシャドウができたのでビューラーやっていきます。はい、ビューラーができたのでマスカラやっていくんですけど、マスカラは2パターンあって、1つ目ブラウンにすると少し可愛い印象になります。で2つ目が、ブラックにするとクールな印象になります。でこれどっちでもいいんですけど、同じメイクでマスカラ あの色を変えてみると、あの印象が全然違ったので、その日の気分によって、変えてみてください。で私はちょっと今日はクールな気分なので、こちらのですね、エトボスのミネラルロングラッシュマスカラのブラックを使っていきたいと思います。これも YouTube でね何回も出てますね。この黒を使っていきます。もういつも通り根元からしっかりとマスカラを塗っていきます。下まつげにもしっかり塗っていきます。はい、こんな感じでマスカラできました。ブラックなので締まった感じになったかなと思います。でここにですね、こちらエトボスのミネラルスムースリキッドアイライナーピンクグレージュ、これで、まつげの際と目尻にアイライナーを引いていきたいと思います。でこのピンクグレージュって色が2021年の SS で限定で出たカラーなんですけど、すっごい人気で定番化してほしいっていう声が多くって、今回の AW から定番カラーになったそうです。でこの色がすんごい可愛い、
くてこんな感じ、絶妙じゃない？なんかピンクグレーってありそうでなかった色っていうか、なんかピンクだけだと結構ポイントになりすぎちゃうんですけど、グレージュが入ってることによって、使いやすいしおしゃれなカラーだと思います。さりげなポイントになると思いますので、ちょっと目尻からね引いていきたいと思います。なんかね目尻だけに入れたいんですけど、気持ち横長な感じで引く、こんくらい、ね、なんか下げたりもせず上げたりもせず本当に横に引いてスッて抜く感じのイメージで引きます。アイライナーで目の大きさが変わるから、はい、これくらいかな。なんかいつもアイライナーを引くよりかは長めな感じで引くぐらいがちょうどいいかなと思います。でこのまんままつげの際も埋めちゃう。はい、アイメイクが完成しました。可愛くない？このピンクどうですか？で、アイメイクができたのでチークをやっていきたいと思います。でチークは、さっきアイブロウに使ってたこちらのエトボスの、ミネラルマルチパウダーのウッディブラウンと、これも AW のアイテムなんですけど、同じやつのモーブベージュっていうこの2色を混ぜて使っていきたいと思います。これをあのね、もうブラシに取っちゃって手の甲でちょっと色味を混ぜていきたいと思います。まあ濃さは好きな感じで調整しながら。で、まあ今日はあのアイメイクが主役なのでチークは血色感を軽く出すくらいで塗っていきます。最初ちょっとポイントでこう塗ってから手でなじませちゃうなんかあのアイブロウに使ったこっちのウッディブラウンをあのチークにも使ってあげることによって統一感が出ます。で、私はもう少し明るさが欲しかったのでこっちのモーブベージュも混ぜて使ったっていう感じ。あのまあマルチに使えるので、まあ、これをあのアイシャドウにも使ったりそのままリップにも使えたりするので、このマルチパウダーってのはすごい便利ですよね。できたら仕上げのリップを塗っていきましょうかね。リップはエトボスのミネラルシアマットルージュプラムピンクっていう色味を使っていきたいと思います。でこれはエトボスの新作なんですけど、質感がセミマットで可愛くなりすぎない感じになるので、これを塗っていきます。もう直接塗ります。こんな感じの色わかるかな、ナチュラルじゃない、つけた感じはねすごい軽い感じ、こんな感じで怖くない。もうこれを上にも一回やと、こんな感じでナチュラルな感じで重ねると濃くなっていくのでもうちょっと重ねます。でピンクやけどくすみがあるタイプなのですごい使いやすいと思います。このセミマットな感じ伝わる、可愛いよね。どうでしょうか、いいんじゃないかな。こんな感じでメイク完成しました。はい、メイクが完成しました。こんな感じです。どうでしょうか。今日はですねミネラルコスメ縛りで大人ピンクメイクを紹介してみました。このメイクだったらブルベイエベ関係なくできると思いますのでぜひ参考にしてみてください。このピンクメイクはですね女子同士のお出かけだったりとかデートだったりとかちょっと気分を上げたいっていう時だったりとか本当にどんな時でも、真似してもらえるメイクだと思うので参考にしていただけると嬉しいです。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。